朝一のアップとかにもぜひちょっとグラトリしてる人もやってもらいたいな。滑走技術上がると思うから。はい、毎度こぎすです。今日のこぎすはなんとわしがたけがほぼ全面になったのでラントリックをやっていきたいと思います。でね、今回ねラントリで結構俺が使うやつを一つ紹介したいなということで、ありがたいことね DM でもカービングとか装置系の人とかも見てくれとるということで、そういうのも交えてね紹介したいなと思って。でいうのがビーコン180はってなった人おるやん。ビーコン3は王道やけど、ビーコン1って何って話や。ちょっとねその前にギア紹介いこう。 GT スノーボードベース、ユニオンのウルトラで、ディラックスの DNA にチーム1で販売してるザカリアのウェアですね。はい、これセットアップで、これがタオテックの、グローブ、オレンジで揃えてます。はい、でグローブ、インナーグローブもタオテックで、ゴーグルもタオテックで、バラクラもタオテックで、これはどっかで買ったやつ。じゃあそれでねちょっと早速見せるわ。じゃあ早速やっていきましょう。短大でビーコン1、こういうやつね。ラントリなんで、それにリバースターンを足してあげる。このサラッとできる簡単な B1 に、その後トーサイドのエッジでガーッと切ったリバースターン、これを合わせた紹介。これするときエッジが入るから周り気をつけていきます。今のがよくやる俺のねラントリの一つ、まあコンボかな。リバースターンってぶっちゃけこれもトリックなんよ、言っちゃえばね。それをビーコン1とリバースターンをセットでっていう感じで、これのねちょっとした紹介になるんやけど、まずねビーコン1、これ結構上級者にはなるかもしれんけど、意外とねちょっとやるから見といて。トーサイド切って上げて下げる、今の1円動作でトーサイドからのトーサイドって感じだよな。まあ、言ったら2から2ね。トーサイドのターン切ったら浮かせてトーサイド着地でこっちに切る。まあビーコン1の説明はほんまにもうすぐこれ、こっちに荷重して後ろの足が浮くから、それにこういう感じね。これスピード出した方がちょっとやりやすいんよ。こっから荷重して浮かせる、で両足着地で、その時に後ろに乗りすぎちゃうと体重変になっちゃうから、センターまたは体重の位置に仕上げるとリバースターンがやりやすい。リバースターンのねハウツー去年の高瀬で確か上げてんのやけど、また今年も出しますんで、カービングでトリックまずでいきたいよって方はもうおると思うんでね、そっち見てください。まずこれちょっとスピード出してトーサイド切ったらこっちに荷重してこう浮かす。それをしたらトーサイドのエッチエッチになるからギューっていうこういう切れるのよ。ちょっといくわ、こういう感じでグーってこう入るからエッチの跡見たら見て、めっちゃ綺麗にエッチの跡あんのやけど映るかな。ビーコン1した時に重心を低く着ってこの姿勢からリバースターンを入るともっとそれっぽくなる。スピード乗ってトーサイド上げて下げたらこういう感じ。これな意外とな気持ちいいから朝一のアップとかにもぜひちょっとグラトリしてる人もやってもらいたいな。ほんならなんかカービング技術じゃないけど滑走技術上がると思うから、まあこんな感じの紹介なんですよ今日は。じゃまだねリバースターンとかも詳しくどんどん言っていきます。ヒルリバースもあるんでっていう感じでね、今回こういうなんか短い動画で申し訳ないんですけどさらっと終わりたいと思います。他の動画どんどん出していくんですけど、 YouTube 見てもわからないよとかって人は、まあ公式 LINE の方にオンラインレッスンの詳細とか載ってます。今後はいろんなレベルに応じてトリック変えてオンラインレッスンします。あとは、直接教わりたいよって方はこぎすのレッスンっていうね、こっちの方に DM ください、インスタの方に。ってな感じでね今回終わりたいと思います。
はい、ではありがとうございました。ここから全面になるからね、みんな頑張って加速技術上げていきましょう。バイバイ。